ることはできんぞ。僕は負けない。決して。約束したんだ、彼と。だから負けるわけにはいかないんだ。僕はアップルマジシャンガールを召喚。海馬君、僕はこの仲間のモンスターたちと必ず君を倒す。この俺を倒すだと？ならばその仲間と共に消え去るがいい。攻撃されるアップルマジシャンガールは1ターンに1度仲間を呼べる。現れろ、レモンマジシャンガール。そして君はレモンマジシャンガールに攻撃しなければならない。その時君のモンスターの攻撃力は半分になる。さらにレモンマジシャンガールはアップルマジシャンガールと同じ効果を持つ。現れろ、ブラックマジシャンガール。攻撃力はさらに半分だ。だが俺はこれで究極のドラゴンを呼び出せる。無休の時、その資源に秘められし白い力よ、成り交わす魂の響きに震う羽を広げ、青の深淵よりいでよ、ディープアイズホワイトドラゴン。そしてこのモンスターが召喚されたことにより、貴様は墓地のドラゴンの怒りを受ける。さらにディープアイズよ、カオスマックスドラゴンの力を受け継ぐがいい。さあ幕を引いてやろう、このデュエルの。トラップ発動、マジシャンズプロテクション。これで僕のダメージは半分になる。